日本東京都台東区専属専属は東京都台東区の地名。現行行政地名は専属1丁目から専属4丁目まで。郵便番号は111-0031。台東区の北東部に位置する。町域の東部は土手通りに接しこれを境に東、浅草、日本包みにそれぞれ接する。南東部は浅草に接する。 南部は西浅草に接する。西部は入アに接する。北部は流泉に接する。おおむね商業地と住宅地とが混在している。中世には浅草天皇町あたりから千住大橋あたりの広い範囲を千族里と称した。千族の名は千族寮あるいは千族分の稲田を治療にしたことに由来するという。近世には千族村となった。 明暦大化の後、日本橋から、先属田んぼの真ん中に、江戸幕府公認の遊郭外転し、新吉原と呼ばれた。1889年、東京市の成立とともに、先属村は、浅草区、下区、北豊島郡南千住町に編入された。浅草区当時の先属町は、現在の先属1丁目から3丁目に、浅草2丁目から5丁目の一部を加えた範囲に、 相当する。専属小学校は、現在の戦争4丁目24の11に所在する。また、専属小学校の東方にある南北方向の道路を専属通りと呼んでいる。この辺りもかつては、専属町であった。明治時代に建てられた、戦争12階は、浅草区専属町2丁目で、その周辺は名手屋外となり、東京最大の死傷屈として有名であった。 十二階と名手屋外は共に関東大震災で壊滅した。台東区の成立後は浅草専属町となり、第二次世界大戦後は朝鮮マーケットができて多くの朝鮮人が居住することとなり、1951年3月21日には浅草米兵暴行事件が起きている。1965年8月1日実施の住居表示制度後には、 現在の浅草二丁目になった。かつての吉原遊郭が1965年8月の住居表示実施後に先属三丁目、四丁目となり行政地名から吉原の名はなくなった。吉原遊郭は第二次世界大戦後の赤線地帯を経て売春防止法施行後はその名残として先属四丁目付近の総ブランド街として残り、その規模、店舗数は 日本一である。2020年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道路線はない。最寄り駅は以下の通り。なお、メグリンは鳥の位置の期間中は交通規制により、対等病院停留所を迂回する。ありがとうございます。